はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はね、何するかっていうと、こちらですね。こちらは群像の1月号なんですけど、まあ、この中に、高瀬順子さんの美味しいご飯が食べられますようにが入っているんですね。で、それが、今回の芥川諸候補の一つということですね。 これはね、実は僕は単行本でもうすでに読んでるんですね。まあしかし単行本は図書館で借りたんで、もう返しちゃったんで、群像をまたね、取り寄せて、もう一度読みました。名作だと思いますよ。これがね、芥川賞取ることは全然あり得ると思います。まあ早速ね、あらすじの方行きますと、これはね、舞台がある会社なんですね。 会社にはいろんな人たちがいて、その中にね、三人のね、登場人物が出てきます、主に。一人は、おしおさん。一人は、にたにさん。一人は、あしかわさん。この三人をめぐって、 で、すねこれね、一つ面白いと思うのは、この小説は二つのね、語りがあります。一つは、お塩さんの語りですね。お塩さんは女性で、仕事めっちゃ頑張ってんだけど、まあ、辛い時があったらね、ちょっとまあ自分我慢しようかなと思って、我慢したりとかね。あと、相手のことをやっぱり考えすぎちゃってるところもある。これは一人称で書かれています。で、もう一個のね、語りとしては、ニタニさんのパートがあり、まあ、ニタニさんは、 男でで会社で、ね、働いてんだけどちょっとめんどくさがりなところもあるんですよね。で、ニタニさんはね、ご飯を食べるときに、もうカップラーメンでいいやって思っちゃうんですよね。料理がまずめんどくさいと思っちゃうんですよ。一人暮らししてんだけど、自炊したとしてもね、フライパンとか洗わないといけないじゃないですか。 じゃあもう最初っからカップラーメンでいいじゃねえかと。なんか栄養素とかじゃなくて、もう物を食べること自体がもうめんどくさいけど、お腹が空くうからとりあえずカップラーメン食うみたいな、そんな人なんですね、ニタニさんは。で、ニタニさんが語られるパートは、これは三人称で書かれてんですよ。三人称と一人称の文章が繰り返されるんですね。 ここがなんかね、面白いなと思った。普通そんなことないと思うんだよね。一人称の主人公が二人いて、交互に書か,かれるのはわかるよ。一人称、一人称、一人称って何のわかるけど、一人称、三人称、一人称、三人称って何のね、変だなと思った。で、あと、もう一人足川さんがいて、足川さんはね、まずね、見た目がね、可愛いらしいのよ。会社でもね、上司とかからもね、可愛がられたりしてんだよね。 で、おばさんたちとかもいるんだけど、みんな足川さんの味方なんですよね。足川さんは、 残業をすると頭痛がするって言って、1時間ぐらいは残業できるが、それ以上残業させないようにされてんですね。足川さんがそう言ったわけじゃないんだけど、周りの人が、その足川さんの気持ちを汲み取って、まあ、残業しなくていいよ、今日は。帰ったら。とか言われるわけ。優しくね。足川さんはね、天然なんだけど、めちゃくちゃ料理がうまいと。料理もそうだけど、お菓子も作るので、残業せずに早く帰って、家で お菓子を作って、そのお菓子を次の日に、ね、会社に持ってきてみんなにあげるってことするんですよ。それがね、耐えられないのはお塩さんなんですよ。いや、お前、頭痛持ちで早く帰ってんのに、なんで家で料理してんねんって思うわけお塩さんはね。僕だって思う。だけど、周りのね、おばさん連中とか上司とかは、ありがとう、足川さんって言って、おいしいおいしいって言って、本格的なタルトとかを作ってくるから、みんなで食べたりするんだよね。で、もう一個ね、恋愛の話が入ってくるから、これめっちゃめんどく さくなんのよ。二谷さんっていう男の人がいて、料理がもう嫌だって思ってる人がいて、実は足川さんと付き合って てんだよね、実際、ニタニさんは、足川さんのことは、やはりめんどくさいと思ってんのよ。どちらかというと、気持ちとしては、お塩さんに近いのよ、ニタニさんは。で、おしおさんと一緒に料理を食いに行ったりとか、あと一回家に招いて、ちょっと肉体関係になりそうな感じまであったんです。だけど、実際に付き合ってるのは、足川さんと付き合ってんの。足川さんもニタニさんのこと好きって言って、家まで押しかけて、家で料理作ってくれるんです。これ、二谷 が悪いと思うが、足川さんがねめちゃくちゃうまい料理作ってくれんですよ。だけど二谷は料理を食べることがめんどくさいので残したりとか、もう料理作らなくていいよとか言うんですよ。でも足川さんはいやいや栄養をとってくださいよとかカップラーメンだけじゃダメですよとか言って私が作りますからとか言って朝から家に来て料理作ってくれたりするんだよね。でもそういう態度が二谷さんからしたらいや俺はいらないって言う。 ってのになんで料理作んねえと思ったわけないしね。 だけど、じゃあなんでお前ら付き合ってんねんと。なんでニタにお前足換と付き合ってんねんって言ったら、それは足換さんが可愛いからなんですよね。で、お塩さんはお塩さんで、やっぱりニタリが結構好きではあるんですよ。ニタリといつも料理行くんですよ、お塩さんは。で、ニタリさんと食べる料理美味しいですねとか言って褒めてくれるわけ、ニタリのことを。多分ね、これお塩さんからすれば、ニタリお前なんで足換と付き合ってんねんってないし、思ってて思うよ。書かれてないけど。 私の方が合うだろう、お前って思ってると思うよ。だけど、似たりは似たりで、足川の方行ってるから、この奇妙な参加関係あるんですよ。で、ストーリーとしては、そのまま続いてって、足川さんがどん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 お菓子作りにハマってきて、そのお菓子を会社にめちゃくちゃ持っていくんですよ。そしたらみんなね、お菓子食べんだけど、 アンチ・足川である、お塩さんとニタには、作ってきたお菓子を食べずに捨てたりするんだよね。で、それが、まあ、発覚してって、大変なことになるっていう話なんですよね。まあ、感想としては、みんなね、わかる。みんなそれぞれね、性格ね、理解できると思う。どちらかというと、良かれと思ってやってんだよね、足川さんは。だけど、良かれと思ってやってることが、本当に全員にいいかどうかはまた違うから、 お菓子を持ってきた時に主人公たちがちょっといらないなと思ってもなんで食べないんですかとかいや美味しいよこれ食べてみたらとか言われるんですよ断る権利がなくなっちゃってんですよねこっちのねだからこのタイトルの美味しいご飯が食べられますようにっていうのは 食べれていないっていうね。だから食べたいなっていう願望だと思うんです。実際にこの小説はめちゃくちゃ美味しいご飯たくさん出てくると思う。で、特に足川さんなんか天然入ってるから相手の気持ちがわかんないんですよね。二谷のね、描写で。それが、 俺への攻撃だっていうことはどうやったら伝わるんだろうって書かれてる時あるんですよ。もう攻撃になっちゃってんですよね。でも彼女ではあるんだけどね。ご飯に対する皆さんの概念っていうか考え方がやっぱちょっと違うからそこで問題になるっていうか状況っていうもんがあるから難しいよね。同じ料理でもさ嫌なやつと一緒に食べることって嫌じゃないですか。まずく感じちゃうでしょ。だから本当に美味しい料理 なんんだだろうううっていう問い問かけでもあると思うんだよねこの小説のテーマってあんたたち今食べてる料理本当に美味しいと思いますかみたいな料理の美味しさじゃなくてそのシチュエーションに満足してますかっていう小説でもあるような気がするよね、まあ、グルメ小説でもありアンチグルメ小説でもあるわでそこには HSP 的な人間関係の複雑さそこが絡んできていると主人公の一人あるお塩さんはね実は頭痛持ちでもあんのよ 足川さんも頭痛持ちで、足川さんは頭痛があるから残業を1時間しかしないっていう謎ルールあるんだけど、でも自分もあんのよ。お塩さんにもあんのよ。でもお塩さんは人には言わないのよ。だって人に迷惑かけてしまうって考えるからね。それが社会人だと考えてるからね、お塩さんは。同じ頭痛持ちなのに、なんで足川さんは、 家に帰ることが許されて私は許されないんだろうと思うわけ。私のこと気遣ってって言ってるわけじゃないんですよ。だけどお前気遣われんだったらなんで私たち気遣われへんねってなるでしょそれなると思うよ。足川さんはずっと天然なんですよね。だから自分が優しくされているっていうことも多分分かってないと思う。 他人がしんどいシチュエーションであるみたいなことにも気づけない人ではあると思う。でも世の中的にはそんな鈍感な奴の方が可愛いからっていうだけじゃないかもしれないけど気を使われてるんですよ。これの提示っていうのがね、この小説のね、でっかいメッセージじゃないですか。本当に気使ってる人ってね、逆に気使われてないからね。 だって気使う人が会社にね一人いた場合、その人は気使う係になっちゃって、他の人はいらないもんね。係として気遣い係なんていらないわけじゃないですか。でも本当はみんながみんなのことを気使った方がいいわけでしょそれの方が社会的だと思うんだよ。だけど、実際の会社でそんな会社ってないと思うんだよ、ね。 ま、点数つけるとしたら、95点ぐらいですかね。高瀬純子さんは今回で単行本3冊目なんで、また新刊ね出ると思うんですけど、僕としては注目していく作家の一人ではありますね。めっちゃおもろい。まあ、そんなところかな。まだね、芥川賞候補のね、作品残ってますからね、その動画もどんどん出していこうと思います。はい。まあ、そんな感じで、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、ガッチャンでした。バイバイ。